しもーし、みんな聞こえちゃる？みんな聞こえちゃる？もしもーし。あ、聞こえた。よかった。あ、大丈夫さ。ごめんね、ごめんね。遅くなっちゃって。ちょっとね、OBS でちょっとやらかしちゃったね。みんな心配してくれてありがとう。あ、よかった、よかった。ほんまいじゃよ。ほいちゃん、ほいちゃんね、最初にごめんね、遅くなってしまって申し訳ないが、すごいみんな楽しみにしてくれちゃったのに。ね、とりあえずね、今ね、概要文に、みんなで見れるね、視聴確率、用意してたね。まずはそっちに入ってもらいたいが、その間にね、遊びに来てくれた人のお名前呼び上げするね。TRさん、遊びに来てくれてありがとう。ガロね、ガロのオープニングも見たいね。ヒロスンさんも大気ありがとう。テルクさんも大気ありがとうじゃね。スミキクズヒさんもね、そう。うちも今日はね、お茶用意してきたね。みんなでしたよね。飲み会しながらオープニング見よう。かわちゃんも大気ありがとう。ドンタコスさんもね、大気ありがとう。佐野のにゃんこさんも大気ありがとうじゃね。ソフラリンさんもね、グッドアフタヌーン。ヘロー。Thank you for coming to watch my channel. マスヒロさんも大気ありがとうじゃね。KBY さんも遊びに来てくれてありがとう。スカイゼロさんも、こんばんは。みんなね、すごい心配してくれてありがとう。ほいじゃほいじゃね。早速今日はね、またみんなのね、すごい、おすすめのオープニングをね、メドレー形式で見ていけたら良いなって思っちゃうよ。ねえ、そうそう、ゼルクさんね、そうそう。テレビにね、選ばれるような王道も良いけど、ね、そうそう、うちらだけで楽しめるね、そう。ね、紹介したいヒーロー、このヒーロー見てほしいの、ね、やろうね。ほいじゃほいじゃね、前置きはこれぐらいにして、まずは早速、早速じゃみんなが晴れるように解放するからちょっと待って。そうね、最初まずみんなで一個ずつ貼ってもらって、それ消化して、ね、二個目行こうかいね。行くよ、ちょっと待ってね。はい。これでね、これでね、みんな貼れるようになったと思うよ。あ、いやー、もう分かっちゃる人来ちゃるね。じゃ、ほいじゃほいじゃね。どっちのおすすめのオープニングから流すが？はい。これね、これね。いや、うちね、もう終盤ね、顔、すっごいいい話で、これ泣いてしまったよ、すごい。みんなにもこれ見てほしいね、すごい。アマプラでも見れるが？積み木くずしさんも真っ先に思えてた。ね、貼って貼って。あ、ヒロスンさんね、古いのと、全然 OK、全然 OK。あ、かわちゃん10個持ってきてくれてありがとう。え、クラウンセイさんも来ちゃる？あ、ドンタコスさんもありがとう。ねえ、ティオールさんね。いやー、このオープニングもすごい懐かしいね。あ、アンさんいらっしゃい。これね、レッドバスター出ちょるの、レッドバスター。知っちょる？ゴーバスターズのレッドの人が出ちょるの。高岩さんも出るよ。みんな見て見て。ねえ、そう、馬娘のね、デザイナーの人もなんか出ちょるって書いちゃったね。カーレンジャーみたいな感じですごい楽しいの、これ。はい。これね、これね、今のニコニコでやっちょるやつじゃね。あ、ドンタコスありがとう。ねえ、これすごいかっこいいね、かっこいい。冒険者みたいなすごい悪の組織が複数あるやつじゃね？おー、かっこいい。今やっちゃるオープニングと違う。ねえ、ヒロさんさんね、デルクさんね、ジャンパーさん。
ガンギブさん。あ、そうじゃそうじゃ、いけんいけん、うちあの、夢中になっちゃって、同時視聴画面に倒せるの忘れちゃったが。あ、本当スカイゼロさん、やばいのある、やばいのある。いや、楽しみじゃね、すごい。武器がすごいかっこいいよね。メカもかっこいい。あ、赤いジャンパーソン、ねえ。あ、にゃんこさん被った大丈夫？あれじゃったらうちもね、ダブりそうじゃったら消したりとかフォロー入れるから。昨日、この前の配信ちょっとなんかね、自分らでも消せるみたいじゃから、ちょっと試してみて。映画版じゃん。4K って書いちょる、4K って書いちょる。あ、ラビリさーん！プルプル、フルフルに、フルフルに。でも、ラビニーさんの、アイテムは、あと、先にこっちのオープニングみんなで見るが。子供が歌えない曲のライダー枠代表。これすごいカラオケで、みんないっぱい歌っちょるよ。ね。あ、ねえ、朝香さん、公務員。今ね、ブラック、すごいかっこいい。ねえ、鉄尾来ちょるよ。ジャスティース。すごいね。映画じゃからちょっと映像違う？ねえ。今度あれよね、今度あれよね、リメイクのドラマ、リメイク？なんかねえ、ブラックさんやるね、ブラックさん。あ、下月さんいらっしゃい。今ね、仮面ライダーブラックのオープニング見てるよ。あ、そうなんですか、イデロさんね。いやーもう、ね、ヒーローのお名前呼べばね、すごい。大田じゃからね、そう。すごい、昔のヒーローの歌大好き。あ、ね、クロスさん、それであっちゃる、あっちゃる。お、メタルだー。これもすごいやつじゃね、すごいやつ。オープニングすごいかっこいいやつ。大丈夫かねって言うさ、なんかものによっては貼れない URL もあるみたいじゃから、そこみんな注意じゃよ。おー。かっこいいね、かっこいい。ねえ、ゼルクさんね、そうそうそう。ムキムキマン、ムキムキマン。いやー、かっこいいね、すごい。機械だのね、すごい。機械だ、オマージュ、リスペクトみたいな。いやー、敵がいっぱいおるね。すごい強そう。いやー、かっこいいね。すごい。紅白で歌ってほしいね。あ、エンディングは逆に明るいんじゃん。いや、ねえ、うちこのオープニング大好き。いやー、かっこいいね、すごい。この当時の技術で機械でリメイクしたみたい。大好き、大好き、これ。うちのね、ジョンチョンさんもすごい好きなの、これ。これとね、オース大好きなの。ね、豪快ちゃん。あ、下月さんね、一回入れて大丈夫じゃよ。今日はね、2時間ぐらい一緒にみんなでね、同時視聴できたら良いなって思っちゃるが。ねえ、ティンオルさんね、そう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 。なんか100円で歌詞が更新されたいよね。マオさんじゃん。ここ好き、ここ好き。いっぱいヒーロー出るところ、ここ好き。ジェットマンの会員よね、すごいわかる。杉田さんの会員が光っちゃったね、あれ。ね。ガイがすごいかっこよいね、ガイが。黒い人、黒い人。
うちはね、あとね、ライブマンの回もすごい好き。ライブマン、公開じゃね、いいお話いっぱいだからすごい。困るね、すごい。バスコが最初に出てきた回もすごい好きじゃったね。ラッパー吹いて、いっぱい6人目の選手いっぱい出てきたら、いやー、これ勝てんねーと思ったもん。あ、そうそう、デルクさんね、そう。ねえ、ソーラビニさんね、緑の人がまとめ役らしいよね、すごい。意外じゃねえ、博士の方が。スカイゼロさんね、それ、羨ましい。いいな、生で見たんじゃ、ずるーい。次は何？再生されるかね？ぐるぐるしとる。あ、レンジャー機集めちゃった。あ、再生しない。あら。スパイダーマン再生、みんな再生されちゃう、止まってしまったね。あ、ハリケンズー会も良いね。いやー、ごめんなさい、ちょっとこれ、配信、みんな再生できとる？再生できとる？あー、みんな見れちゃうみたいじゃね。よかったね。あ、よかった、よかったね。あ、じゃあこのオープニングいっぱいしてるから大丈夫。ね、すごい、かっこいい。今度あれじゃよね、映画に出演するんよね。ね、チェンジ、ヤップうどん。いやー、最近この主題歌に合わせてのノーウェイフォームのなんか、マットみたいなYouTube に上がっちゃったり、すごい良かったね。赤で塗った上履き、そうなの？タイツじゃないんじゃ、やっぱり。すごいいろんなね、すごいダムとか工場とかいろんなところ走るもんね。上履きじゃったんじゃん。それ知らんかったね。次来たね。トミカインド。爆賃的に鎮圧せよ。ねえ、レスキューフォースじゃん。これ、メットがかっこいい。あれじゃない、確か仮面ライダーバースの人でちょらんかったかいね。ねえ、クロスさんね、今度出るんよね、実写のスパイダーマン。すごい楽しみじゃねえ、新しい映画に。あ、大レンジャーの人も出ちゃるの？ああ、出ちゃる出ちゃる。石黒隊長じゃん、石黒隊長。龍拳堂ね、うちも好き。オープニング一番好きだけど、大月健二さんのも好きじゃねえ。あ、爆裂的じゃねえ、爆裂的に鎮圧せよ。すごいよね、CG が。今見てもすごいかっこいいね。おー。ねえ、そう、CG すごいよね。いやー。今でも負けんよ、今でも負けんよ、これ、この代わりに。いやー、オープニング位置ないね、すごい。龍拳堂もすごい見たいね、みんなで。お、再生されんかね、再生されんかね。どう、みんな再生されちゃう。ちょっとうちの方ちょっと流れんけど、龍拳。いやー、龍拳もすごいね、みんなそうそうそう、歌すごいかっこいいね、歌かっこいい。うちね、あれないやな。お友達とね、そう、ライダータイム見たの、ライダータイム、あれ、すっごいよかった。ねえ、そこにいたお前が悪い。いや、怖かったね、これすごい怖かった。仮面ライダーが爆発してしまうんじゃもん。あ、ねえ、そう、クロスさんね、そうそうそう。ねえ、松本さんが歌っちゃるんよね。ねえ、ラビニさんね、すごい。すごいプロ根性よね、本当に。お正月にこんなところでね。ねえ、そう、龍騎良いよね、ドンタコスさんね。すごいかっこいい。お、次は？再生されんかな、うちの方。グリットマン、ハイパーエージェントのオープニング。実写の方のグリットマン。あれじゃない、アニメの最後に流れたやつじゃん。
ね、あ、仮面許可来た。もうちょっと読み込み直すね。ちょっと見れんが、ちょっと。え、なんで？よいしょ。あ、よいしょよいしょ。ちょっと待ってね。よいしょ。止まってしまったかもしれん。よいしょ。ねえ、グリッドマン。かっこいいね、すごい。よいしょよいしょ。あれ、大丈夫かね？あ、ラクちゃんいらっしゃい。みんな流れとる？みんな再生されとる？あれね。止まってしもうた？止まってしもうた？ね。CG のクリックマンだけ。あ、見れちゃる見れちゃる？聞けちゃる？あ、よかったね、よかったね。みんなね、ちょっと教えてほしいが。うん。いやー、かっこいいよね。あ、来た来た来た。うちも次来た。次何？百獣戦隊、ガオレンジャー。来たー。うちの方も見れたよ。ねえ、ガオレンジャーしか勝たん。すごいかっこいいよね、これ。エクスクラメーションマークが多いしないが、いやー、確かにそんな感じするね。うちこれキャストのみんなで歌うのすごいっすけど、メンバー5人で歌うの。怒涛のサメ、怒涛のサメ。あ、ディオールさんね、うちね、ガオマッスル好きじゃって、ガオマッスル、ポーラとベア、ポーラとベア好き、ポーラとベア。ポーラとベアとね、あとね、すごい卵焼き食べて大きくなったガオライアンもすごい好きじゃね。いやー、かっこいいよね、すごい。いや、ガオゴリラも好き。なかなかいっぱいおるね。ねえ、そうそう、ラビリさんね、そうそう、一年物の戦隊は、役者さんのね、その成長をね、見るのもすごい楽しみよね。いやー、かっこいいね、すごい。CG でバリバリ動きおるもんね。ねえ、マスヒロさんに懐かしいね、すごい。あ、そうそう、デルクさんにマスオさんないよね。次は、次は？七星闘士、ガイファード。あ、知らんヒーローじゃん。あ、オルグとカルタとか、そんな回あったっけ？もう覚えちゃらん。え、ガイファード、ガイファード。なんそれ、なんそれ。すごい、なんかの、ガイバーみたいな、すごい見た目の、あれかね、ヒーローのやつよね。見たい見たい。いやー、ちょっと調べてみる。いやー、ガイファード。ねえ、まさひろさんに、うちもこれ知らない。すごい気になるね、すごい気になる、ガイファード。あ、みんな見れちょる？ね、あ、ローキックを多用したヒーロー。渋い。ちょっとね、デルクさんそれちゃんと見るが。見たーい。ローキックってすごい、ガチガチのガチバトルじゃね、すごい。ねえ、ローキック多用した、本当の格闘家の人みたい。七星闘神ガイファード。お、次は、あ、かくれんじゃ、かくれんじゃ。忍者、忍者、じゃ。ね。あ、トリガーのダーゴンみたい。確かにそうかもしれんには。そう見てみたけど、確かにダーゴンさんみたい。これ、忍者戦隊かくれんじゃ。これもすごいおしゃれじゃねえ。格闘家の素顔もあって、ヒロインがガチ拳法の師範代。 そうなんで、デルクさん、ヒロインさんの方が短所なんね。ねえ、朝香さんね、すごい和風じゃよね、和風。
ねえ、城みたいなロボット。隠れ忍者大将軍。なんじゃったっけ？忍者大将軍、隠れ大将軍。ねえ、中のお城の青い顔のロボットね。ねえ、ティオラさん、ねえ、そう。ねえ、隠れ大将軍じゃ、隠れ大将軍ね。あ、セブンさん、公務員じゃよ。遊びに来てくれてありがとうじゃね。ね、あ、マット社からちょっと古いなってる。ね、せっかくじゃからちょっと古い、聞いてしまおうかね。できればね、テレビサイズの方がすごいみんな、どんどん見れてから嬉しいけど、できればね、1分半の方が嬉しいが。ね、あ、脇にロケランがくっつくやつ。ねえ、あずかさんね、テンション上がるね、ほんとに。やっぱりかっこいいね、すごい。忍者マンとか売ってね、忍者マンとか。ねえ、KBY さんも懐かしい、懐かしい。あ、ねえ、そうそう、うちも聞いたことあるね、ティオルさんね。そう、声優さん、恐竜じゃにも出ちょったはずじゃね、恐竜じゃにも。ねえ、そうそうそう、スカイゼロさんね、そうそう、鶴姫がね、そう、リーダーなんよね、確か。ねえ、でもすごい、サスケがすごい、ピンチの時は何とかしてくれた記憶があるね。敵もすごい、この辺怖いね。ねえ、そうそう、デルクさんね、そう、鶴姫がリーダー。お父さんとか、あとなんかの、兄弟子、弟弟子、なんかの、ねえ、なんか家族もいっぱいおった気がするが。あ、ティーオルさん、そうなんじゃ、ケンコすぎじゃん、ケンコすぎ。あ、次来た、ガロー、ガロー。あれ、うちまた再生さん、ちょっと、うちもう一回ちょっと読み込み直すね、ちょっと待ってね。ねえ、黄金鬼神。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。ねえ、ガロかっこいいよね、ガロかっこいいよね。すごいオープニングかっこいい。ね、パチンコから有名になったんじゃ。いや、でもすごいね。いやー、これ何？ショー、ショー。あ、次、ジオーじゃ、ジオー。おー、ちょっと待って、ちょっと待って。ねえ、あ、レンタルスタン坂さんもね。ちょっと待ってね。うちも今ちょっと設定しとる。いやー、ジオもすごい面白かったよね。うちもすごい好き。ねえ、
フルの数の意味、にゃー。デカレンちゃん、デカレンちゃん。あ、ねえ、そうそうね、腕時計モチーフなんよね。そうなんよね、高山さん。でも、この後ね、すごいの、敵役とかでも出てくれるよね。すごい嬉しいね、現役なの。ねえ、ゼロさんね、そこの辺のつながりすごい気になるよね。うちもそう思いたいが。デカリンちゃんもすごいよね。これもすごいお話面白いが。あ、ラビニさん、デカリンちゃんなら守っちゃったの、羨ましい。なんかね、腕とか足とかつなげるとね、光って音が鳴るって聞いたことあるね、すごい。あ、ねえ、ティーオールさんに、そうそう、イエローの人寝ちょるよね。トリケラトプスで寝ちょんのはずじゃね。あ、ねえ、ボスがすごい強いね、そうそうそう。レスキューファイヤーのオープニング、あ、ねえ、そうじゃね、イサヨイアキさんの役にも出ちゃったね、確か。ねえ、クロさんね、そうな、隊員さんのお名前とか覚えるのも、だいぶ覚えとらんかもしれん、やつも。こっちもすごいかっこいいね、ファイヤー2。いや、主題歌すごいかっこいい。ね、ガロと一緒なの、ジャムじゃね、ジャムプロジェクト。あ、カミトさん、こんばんは、こんばんは。いらっしゃいじゃよ。あ、映像動いちゃらん、ちょっと待って。よいしょ、よいしょ。ねえ、そう、また今電話アップ変わっちゃらんかった。これで大丈夫なはず。ねえ、爆沈できねえ、天気。ねえ。あ、変わったね。まさひろさん、ありがとう。中連城。チューレンジャー、よいしょ。おー、かっこいいね。あ、レッドターボの人なんじゃん。レッドの人、また上手。あ、ヒロポンさん、今もいいわね。チューレンジャーのオープニング見ちゃる。ねえ、笛かっこいいよね、笛かっこいい。これ、うつも欲しいね、ケン。あ、ねえ、神田さんね。そうそう、ディレクさん、重装剣、重装剣。あ、ええー、そうなの、これ、雨宮さんなの、ええー。中連じゃ、ガロと同じなんじゃ。来たね、さっきのブラックからパワーアップして、RX! ねえ、ティーオールさんね、すごい強い RX 来たな。
おー、かっこいいね、すごい。ねえ、そう、神田さんに、太陽の子、太陽の子。おビールいっぱい飲む前の二郎さんじゃね？ねえ、すごい。アクションがキレキレなのね、すごい。プラモが出た。プラモデル出たの？知らんかったね。ねえ、RX。バイクで走っちょるだけのシンプルなのすごいかっこいいよね。ほんとに安坂さんね、すごいかっこいいね、これ。これは毎週楽しみになるやつじゃね。ジャパンアクションクラブ。RX。ねえ、かっこいい歌。おー、ディケイド。ねえ、ヒロポンさんね、シンプルイズベスト。いやー、ディケイド好きじゃねえ、すごい。ねえ、おのれ、ディケイド。これ、キバの会じゃ、キバの会。ねえ、当初のね、脚本の流れのうち見てみたかったよね、すごい。ねえ、マスクつけて行動外れない。ねえ、もっとマイクでね、すごいアクションしてほしいよね。いやー、これ、キバの回も好きじゃし、リュウキの回もすごい面白かったね。うちの好きなウルトラマンじゃー。ねえ、夏みかん懐かしい。18。ウルトラマン先生。ヒロポンさん、それ、カブトの会かね、カブトの会。あれも面白いよね。アニメしおる、アニメしおる。ねえ、神田さんね、そうそう、先生なんよね。懐かしいね、すごい。ねえ、AT 強いよね、すごい。アクションすごいイメージだね。そうなんじゃ、やってほしい。今先生のやつとかやってほしいね、すごいね。先生ヒーロー見てみたい。おー、必殺技どっちのかっこいい。さんね、わかるよ、わかるよ、ね、うちはね、サゴーゾ好き、サゴーゾがいい。ね、オーズじゃん、オーズ。ねえ、ゼルクさん、そう、エイティね、アクションほんとすごいよね、飛び蹴りがすごい痛そうよね、ほんとに。いやー、オープニングでね、変身言うのすごいかっこいいね。そうなんよ、ティーオルさんね。そう。そう、カミトさん、サゴーゾかっこいいよね。ゴリラのパンチ好き。ラビニさん、他者取る。ガタキリバボおるね、ガタキリバボ。ね、そう、ディルクさんね。あれすごいかっこいいね。重力で引き寄せてね、角でバシってやるの。
おもちゃ出てちょるやつじゃん。プレ版で見たよ、これ。おー、かっこいい。ファイズじゃん、ファイズ。ねえ、クロスさんね、そうそう、メデルとかね、メモリとか、スイッチとかね、いっぱい増えたね、このあたりから。あ、これも高岩さん出ちょるの、エース。あ、なんかでも、顔出し、なんかの、次の兜に出ちょるって確か聞いたが、かっこいい。変身前のこの活躍のシーン見せるのいいよね、すごい。構成すごいかっこいいね、この頃の。ね。おー、かっこいいね、すごい。え、シグが出ちょる、シグってブルースワットのシグ？ね、Z の人。え、行方不明、嘘でしょ？おー、喋った。電話じゃん。そうなの？シグルの人でしょ？楽しらんかったね、それ。の人すごいイケメンで大好き。わかる？ラビリさんってあそこすごいよね、駅のところの。わかる？いやー、これね、すごい、みんなに油断しちゃダメね、これすっごい難しい話じゃんね、すごい。シーバーもすごい、こうなるの？っていう感じですごいハラハラしたね。むちゃんこ面白かったね、すごい。ねえ、そうそうそう。いやー、ゼロのさー。いやー、これ仮面ライダーしょったんね、本当にすごい。あ、ウィングボーム好き、あ、うちゃんのアックスボーム好き、アックスボーム、アックスボーム好き。ねえ、ゼルクさんに新旧桜井さんの横並びすごい好き。コスモス、コスモスじゃん。あ、神人さんわかるね、すごい。辺の二人の絡みすごいよね。おお、あ、合気道なんね、これ。なんかねえ、すごい、なんかゆったりした動きですごい、ね、敵の攻撃なすウルトラマンじゃね。うちこれの飛行機が好きなんよ、飛行機が。すごい、この表と裏ひっくり返してね、そう。あ、そうなんじゃ、デルクさんのウィザードみたいじゃね、ウィザードみたい。仮面ライダー、ウィザードみたい。いやー、これサーガも良かったよ、壁、ウルトラマンサーガもすごい良かったの。ねえ、みんなすごい素敵なオープニングいっぱい貼ってくれてありがとうじゃねえ。いやー、オープニングもかっこいいけど、このエンディングがすごいよね、コスモス。本当に挿入歌とかね、心の絆とかね、そう思うや。ね、みんなね、そう、ウルトラマンってなんかこう、色眼鏡見ずにね、すごい主題歌とかいっぱい聴いてほしいよね。ねえ、ライニールさんいらっしゃい。テックサンドね、いつ見てもかっこいいよね。あ、メビウス、ち、これ全話見た、全話見たよ、全話見たよ、すっごい好き。いやー。ねえ、すごい、前半も好きじゃし、後編も大好き。わかる？詳しいよね。あ、ジョージー。うわー、てっぺー大好き、てっぺー大好き。あ、ダーサコ見せたい、ジョー。
りしたぞ、むしゃ。ねえ、あ、ねえ、バーニングブレイブ好き。あ、バーニングブレイブすごいわかる。あの、太郎来た時すごいテンション上がったね、これ。いや、もう、かっこいいの、かっこいいの、メビウス。ねえ、すごい、もうね、これからもバンバン出て欲しかったのに、すごい欲しいね。いやー、かっこいい。あのね、すごいの、YouTube なの、ね、あの、ギャラクシーファイトであの、先輩になっちゃってすごいね、なんかあの、嬉しかったね、すごい。ディノソウル、第1話じゃ、これ。グリットマンじゃん。え、どうしよう、さっき、一回見てしまったから止まってしまおうかね。最終回じゃん。最終回じゃん。ごめん、ちょっと見ていい？映像見ていい？おお、かっこいい。あ、ね、映像違いじゃね、今ちょっと。ね、いやー、あれでしょ、あの、カーン・ディジファードの最終決戦じゃん。あー、でももう、やっぱり何回聴いてもいい曲じゃね、聴きたいね、すごい。ごめん。いやー、かっこいい。あ、ねえ、ラビニさんに、そう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 。いやー、これ、すごいよね、CG じゃないの？嘘。いや、どうやって撮っちゃるの、これ。ドローンでもないでしょ？いやー、すごいね。あ、YT さん、こんばんは。いらっしゃ、リローニさん大丈夫じゃん。ありがとう、すごい。素敵なオープニングちゃったね。ちょっと飛ばすのはもったいなかったけんね、さ、ちゃんとね、見たかったね。ねえ、そうそう、ディレクターに。聞いたー。ねえ、神田さんに、そうそう、アニメもすごいよかった。アニメまたやってほしいね、すごい。3期とかやってほしい。ねえ、あ、メガレイさん、いらっしゃい、ヘロー。Thank you for coming to Watch My Channel。ね、We are watching Ultraman Tiger Opening Movie。 おー、すごい天才くんね。あー、ゼルクさん、それ知ってる。歌方のじゃん、歌方の、歌方のカイノのセリフじゃん、すごいかっこいいやつ。ねえ、ライディールさんにわかる。トリガーもね、すごいあの、ガッツウィング着たりとかの、あの、キミーロイドとかも着てからすごいテンション上がったね。いやー、かっこいいね、かっこいい。うちにあの、新庄さん好き、新庄さん。これ知ってる、これ知ってる、好き。カブタックン。あ、ハトンさん、公務員ちゃんよ、遊びに来てくれてありがとう。おー。概要文にね、リンク貼ってるからよかったらみんな一緒に見よう。ねえ、そう、メタルヒーロー。いやー。こういうのまた見たいね、すごい。これあれかな、あの、今やってるあの、ラブコフちゃんとかの、バイスの系列になるんかね。モータロスとか、ね、そうそう、電王の系列もこんな感じするが。ね、あ、ルロイさん、ほんまに映画やってくれるの？すごい見たいね。いやー、すごい元気が出るオープニングじゃね。おおー、かっこいいね、CG の変形。いや、かっこいい。
これあれですね、エグザイドじゃない、エグザイド。ねえ、ルローニさんね、ほんとなんか、ちょこちょこ見慣れた背景、景色が見えるね、すごい。ダブルで見た景色あったね。はぁ。これ大好き、うちこれ大好き、大好き、大好き。特急じゃん。いや、この主題歌すっごいかっこいいよ、大好き。あ、朝香さんに、あ、最終回になんかそんな感じやってね、そう。敵に壊されてしまうよね、私が。あれ、すごい良かったよね。メカオの、なんかの、ね、なんかの、アイテムを通さずに、チェンジ、スーパーモードってなら変形したよね、あれ大好き。これ、敵の幹部がすごい良かったね、これ。特急じゃん。うちね、友達とね、一緒に見たね、行って帰ってきた特急じゃんが、もう神作品じゃった、これ。あれを見たら特急じゃん、最終回って感じちゃったね、すごい。あ、そう、なんか、まいんちゃんが出ちゃったの？ええー。ねえ、そうら、ミニさんね、そう。敵もレッドもよういじめおるね、やすこさん。なんでもいいよ、大丈夫じゃよ。おお。あ、そうなの、ガロにもおったの。ええー、知らんかったね。新ウルトラマンじゃ。いや、怪獣、ラゴンすごい怖いね、顔。おお。グリーマンス。あ、これは知ってる、ゲスラー。なんかすごい、ひじきみたいないっぱいついてる。ねえ、アントラー。ねえ、ディオルさんね、そうそうそう。すっごいかっこいいよね。あ、レッドキング。あ、ピグモンじゃん。ガボラじゃ、これ、映画に出たガボラ。あ、ジラース、ジラース。エリマキゴジラじゃん。これ、ギャンゴー、ギャンゴー。ねえ、ニャンコさんに、ウルトラマンは知ってる、ウルトラマンは知ってる。これ、ドドンゴー、ドドンゴー。うち、ウルトラマンは大好き。これに、ピスター、ピスター。あ、ねえ、そう、ゼルクさんね、そうそう。最近のマンニーさん、すごい、ムッキムキ。ええー、石川県さん。ゲッターの人、この前みんなでオープニングで見た。はあ。ネクサス。これも好き。あ、中の人も一緒なんじゃ、ジラースって。ねえ、博物館レベルよね。もう国宝にね、すごい大切に保管してほしいね、ほんとに。オープニングがかっこいいやつ。あ、ハトーンさん、ありがとうじゃねえ。いやー、ウルトラマンラッシュ、すごい嬉しい。いやー、これね、もう、最後ね、ほんと驚かされたね、もう。あ、わかるー、姫吉です、うちも好き。ねえ、そう、ラビニさんね、そうじゃよ。ねえ、ティーオルさんの、人がね、むさむさ食べられるんよ、これ、すんごい怖いんよ、もう。うち、ネズミのやつがすごい、ネズミの怪獣がすごい苦手だったね。あ、ゴーラのバルーン、ええー、な、それ、すごい気になる。ね、これこれ、ストライクチェスター、ストライクチェスターがすごいかっこいい。武器もかっこよかったね。
すごい。ナイトレイダー。あ、ノースビール、ノースビール、そうそう。ねえ、ティーオルさんね、うちもトラウマじゃね、あれ。かっこいいの来たね、すごい。海外のウルトラマン。トワードザフューチャー？ねえ、あ、ねえ、そうそう、ノスフィル、ノスフィル。ねえ、そう、ゼルクさんに、ね、ウルトラマンと同じビーム打てるよね、戦闘機が。デガンジャー、デガンジャー知ってる。あ、これ知ってるよ、ウルトラマン Z に出てきたもん、マジャバー。リュウグロウ。あ、イスラベルね、すごい合体ネクサスの怪獣ね、あれもすごいかっこいいよね。ゴーディス。あ、イズマイル。そっち、首都になってしまうね。おぉ、この、ロボットもすごいかっこいいね。いや、オープニングかっこいいね、すごい。ねえ、グレートかっこいいね。くさ。ラフィニさんのタイミングナイスじゃねえ、すごい。いやー、これねー。これリアタイでやばかったよね、すごい。毎週毎週待ち遠しかったね、すごい。ね、ねえ、クロスさんね、ほんとほんと、デザインの幅が広いなんてもんじゃないよね。いや、ね、見てないとね、このエグゼイドみんな見てほしいね、すごい。ね、いやーでもね、これ、毎週見た時の盛り上がりが半端じゃないの、ほんとに。あ、ハトンさんの思い出のライダーなの、いや、すっすごい面白かったよね、すごいエグゼイド。いやー、本当にもうここに答えが全部載ってるね。いやーね、これもう前半見ちゃったらね、絶対こんな横並びにならんがって思っちゃったのに。いや、まあこれ何にも言わない。もうこれぞ、ね、見てない人見てほしいね、エグゼイド。ねえ、そう、スカイゼロさんね、そうそうそう。仮面ライダー大門じゃん。ねえ、そう、ティーオルさんね、そうそう。ラスボスね、どうやってやっつけるかすごいね、毎週ハラハラして見ちゃったね、グゼイド。いやー、わかる、主題歌すごくいいよね。ケムラーの回がすごい好きだね、ケムラーの回。ねえ、すごい。特撮がすごいね、ほんとに。映画。ねえ、外国のウルトラマンだよ、神戸さん。いや、ねえ、自然の場所のね、山とかのところにすっごい迫力が違うね、やっぱり。ねえ、ゼルクさんね、そうそうそう。今YouTube に流れたのニュージェネ、なんて言ったっけ、ギャラクシーファインドもすごいうまいことアレンジして、ね、かっこいいアクションになっちゃったよ。これにむちゃんこ強い怪獣出てくるよ、終盤。あ、ダビニさんありがとうじゃねえ。この映像知らない、何これ何これ、うわー懐かしい。ウィザードもすごい好きね。あ、スーツアクターパパなの、知らんかったね。いやーね、これね、なんじゃったっけ、
インフィニティスタイルになる時のね、サブタイが涙っていうね、一文字サブタイなのがすごいエモいの、これ。後ろ本当でファントムじゃん。あ、ハイパーバトル DVD の、こんな映像あったんじゃ、すごい。いやー、このウィザードもすごい、バイクに乗っちゃった印象いっぱいあるね。あ、すごい、ちゃんと変身ポーズじゃん、かっこいい。この後、彼岸島行くんよね。あ、そう、ラミリさんね、そうそうそう、めっちゃエモいの。ね、シャバトビタッチ、グランセイザーじゃん。ねえ、ゼルクさんね、そうそう、インフィニティがね、超強いの。グランセイザー。ね、ヒーローがすごい多いよね。なんだったかな、なんかの、かっこいい、なんかの、人類側のなんか巨大ロボットが出るのは知っとるが？おぉ。アンダースーツを着るタイプのヒーローじゃん。タイムレンジャーじゃん。あ、エンディングもいいの、グランセイザー。ちょっとエンディングもみんなで見たいね、こうなると。今回はね、ちょっとオープニング限定したからあれだけど、エンディングまとめもね、そう、コスモスもいいからね、そう。ねえ、すごい、すごい。ハリケンジャーもびっくりのね、すごい、チームの数じゃねえ。あ、すごい感じがいい、すごい感じがいい。あ、三人、おお、すごい、ちゃんとみんな変身する人がおる。ね、チーム別ってみたいじゃねえ、すごい、キューレンジャーもびっくりじゃねえ。セブーン、セブーン、うちと、セブン、一番好きかも、セブン、でも帰ってきた、ウルトラマンも、タロウも、イエスも好きじゃね。いやー、最終回じゃ、これ。最終回じゃ。あ、ほんとにヒーローだけ集めた映画があるの？いやー、かっこいいね、すごい。あ、そろそろストックなくなりそうかね、ストックなりそうかね。みんな特撮ヒーローのストックある？よかったらね、投稿してほしいな。追加大丈夫、解禁じゃねえ。みんなすごい守ってくれて、本当にありがとう。すごいね、やっぱりアニメーションがすごいね、本当に。あ、デルクさんありがとう、2個目お願いします。すごーい。ね、ロケットとかいっぱいね、メカが出るよね、セブン。46作目。もう少しで50個いくね、50個。あ、ラミニさんにどうしよう。今回はね、オープニングに縛りたいが、ちょっと、でもすごいみんな、好評でね、これ、2回目やるときはね、エンディングとか挿入歌もありにしよう。うわー、うちこれ、超好き。いや、これもね、全話見たね、これ。ねえ、かまちゃんね、お願いしまーす。いやー、これもね、毎週楽しめちゃったね。いやー、もうね、もう、うちこれでもう三条先生にめちゃめちゃ惚れてしまったね、すごい。ね、わかるー、ダンスいいよね、ダンスいいよね。ねえ、まさひろさんね、そうそう、昔の特撮のオープニングってセンスが溢れちょるね、ほんとに。
ね、うちの首元のね、すごいあの、外で撮影しとるから暑いけんあれなんだけど、汗がすごい気になったね、すごい。くそ。いやあの、5人揃ったら超最強じゃけど、一人一人も最強っていうコンセプトがすごい好きじゃね。ね。あ、キャストが踊った回も、そんなあったかい、なんかあった気がするね。ねえ、スカイネオの、うちゃのね、うちゃのの、あ、アイガロンがね、やられてしまう回で、めっちゃ号泣したの、あれ、すごいよかった。ロボットもかっこいいね。いや、ね、恐竜ゴールドのロボットもすごい、プテライデオンもすごい好き。超重厚。おお。カブト。カブトじゃん。あ、ほんとクロスありがとう入れてくれてすごい感謝じゃね。ねえ、スカイゼロさんにわかる？トリンがシルバーになったとき、うちの、ジョーロかけられたときもすごい衝撃的だったね。すごい、トリンいいよね。あの、人間体のときのね、すごいあの回もすごい好きだね。おー。すごい配色ね。金と黒と、パープル。いやー、基地もすごいかっこいいね。ゲジル、ピントン。この、なんかの、終盤に出てくるの敵の、B クラッシャーっていうのがすごいかっこいいデザインじゃったの知っとるね。ねえ、そう、独創的な配色じゃねえ。これニコニコで配信されちゃったね。若さん。ね、メタルヒーロー元祖。おっと、怖いじゃねえ。ねえ、ギャンバーン。あ、ねえ、そう、ティーオールさんね、そうそう、いい、うん。いや、でもすごい特撮とアクションが本当に化け物みたいな作品じゃね、これ。ね、なんか火山がおると、あるところで敵が襲ってきた時にここを戦場の下はいけないってね、一時離脱するキャバンがすごいかっこよかったね。すごいかっこいいね。あ、月縄さん、こんばんは。いらっしゃいじゃよ。ね、今ね、タイムレンジャーのオープニング見てる。これすごい好き。ねえ、スカイゼロさんにこれ。後から調べて知ったけど、これ、わからんね。お話も難しすぎじゃね、これ。お話がすごい凝りすぎちゃって海外のパワーレンジャーの時にほぼほぼこのままのストーリーっていうのが一番衝撃的だったね。ねえ、そう、ティオルさんね、そう。ニコニコで配信されちゃって、なんかようやく話の方筋見えてきたね、あれ。あ、タイムバイヤーね、そう。いやー、これね、大人になってみるとすごい印象変わるね。ね、うちタイムファイヤーちょっと悪い人じゃなーっていう、ちょっとね、怖い人じゃなーって印象しちゃったけど、すごい。ね、時間あげてみるとね、すごいね、ね、タイムファイヤーもすごい好きになるね、この作品。ね、
いや、でもすごいかっこいいね。あ、エンディングもすごいよね。今を生きる未来人。いやー、これをそらね、子供が歌いよったらもう将来見込みありじゃねえ。サバじゃねえ、サバじゃねえ。あ、ゼルクさんありがとう、サバじゃねえ。連続殺人犯じゃん。凶悪犯罪者じゃん。あ、みかんちゃんいらっしゃい、こんばんー。え、お尻カパカパ動く日よ。え、そうなの？なんかの、ガスガスするのは、これ、スーツがすっごい重くって、中の人死んで、二郎さんじゃないと死んじゃうスーツって聞いたね、すごい。おー、すごい。バイクもすごいかっこいいね。100キロ それは二郎さんしか着れんね、それは。ねえ、かっこいいね、すごい。いやー、すごい。やっぱり俳優さんってすごいね。隆起のなると全然印象違うね。次は？ねえ、いや、ねえ、まさひろさんもね、シャンゼリアを調べてみてすごい面白いよ。ウルトラメン。おお、あ、うちこれまだ見てないかも、初見のシーズン2のオープニングじゃん。うちにエースが好き、エースが。エースの子ね、両腕が義手なんよね、すごい。あ、タロウ、おー、揃う、ウルトラ兄弟揃う。ね、うちもまだ見ちょらん、シーズン2見ちょらん。見たいね、すごい。え、ウルトラバッジ出るんじゃん。あ、ねえ、そう、神戸さんに、ね、そう。エースのドラマがすごいね、おー、すごい、ジャックごついんじゃん。おー、なんか新しい装備ついちゃら。おー、キング・ジョー、キング・ジョーでとる。どうなるの？おっきい敵、おっきい。おー、すごーい。ウルトラ兄弟、6兄弟揃うの？おー、これ見たい。ありがとう。うちこれが、やっぱり太郎が一番好き。ねえ、鳥からさんにすごいかっこいいよね。あ、アニオリなの？そうなんじゃ。いやー、やっぱり太郎が面白いね、やっぱり。うちムルロワっていうね、地球をね、暗闇に包んでしまうね、おっきいね、ガの怪獣が出てきたが一番好きじゃねえ。あれ、最終回にしてもええぐらいすごい名作ね。キングジョー最強敵なんじゃ。ねえ、そう、ティンオルさんね、そうそう、怖い話も多いからね、みんな見てほしいね、すごい。ね、考えさせられるお話もすごい多いね。あ、そうそう、ティンオルさんね、そうそう。すごいね、大変、家族のね、すごい、いろんなドラマを見せされるよ、すごい。おー、すごい。これあれかね、タイラントの会じゃ、タイラントの会。ね、そうそう、デリックさんね、そうそう。楽しく見れる会、どうすごいなの。で、考えさせられるお話ね、バリエーションあってほんと好き。ファイザー。
ねえ、かもちゃんね、バードもすごい強いよね。ねえ、ソラさんね、いらっしゃいだよ。ね、そう、今日ね、ギーツの面つけでやっちゃる。ねえ、クロスさんにわかるな。ピングも癒やし、かわいいよね。ね。ファイズー。いやー、トシキ先生はやっぱりね、すごい。一流じゃねえ。敵側も白、ね、白とかグレーなのがすごい、おしゃれじゃよね。ねえ、鳥からさんね、うちも好き。セルクさんの名言来ちゃう。ねえ、これ好き。その名言好き。ね、スーツが光るのすごいかっこいいね、これ。初代の最初のオープニングじゃないの？この方で知っとるか？知らない。魔界の花オープニング2、ライガータスクオブサンダー。あ、え、息子。ねえ、ガロじゃ、ガロガロ。うちのザルバが好き。ザルバ、ザルバ。ライガが主人公の、ね。おお、ライガって言うちゃる。いやー、ガロはね、すごい継承者じゃからの、どれ、いっぱい花作れるのがすごい強強じゃねん。あ、ねえ、そう、デルクさんね、そう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 。いや、ザルバがね、すごい可愛くて好きなの。ね、あ、マサヒロさん知っとる？これ魔界の花。トリカラさんね、なんか難易度高いんでね、ガロのパチンコ。あ、そうそう、ケミワイさんの、今度ね、白夜の魔女一緒に見たいな、思ってるが。ハリケンジャー！あ、豪快じゃん。ハリケンジャーの回、神だからみんなで見ようね。みんな見ようね。いけんね。豪快じゃん。これ忘れちゃいけんね。サタナクラがすごい好き。サタナクラのサンダールがすごい好き。ねえ、ハリケンジャー。幹部の名前、なんかねえ、曜日の名前じゃねえ。ねえ、ねえ、ハムスターの先生、無限祭先生だったかいね、読み方。いやー。フラビージャ、ウェンディーヌ。あとね、あとね、マンダーラとか、あとね、チューボーズとかね、そう。あ、恐竜じゃんのエンディング戻って、そうなの？知らんかった。いやー、敵もすごいかっこいいね。あー、ゴーライちゃん。あ、サーガイン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 。あ、まんまるば、まんまるば。ね、御前様とか出てきてすごい盛り上がった記憶あるね。いやー、ここ好き。ね。あ、ねえ、そう、ティーオールさんね、シャーネタとかもあってね、シャーネタも。今配信でやっちゃうやつ。お天気ヤクザ VS。なんそれ。覚えてるな、それ。アギト。ジオウのアギト会もみんな見るね。みんな見ちゃうと思うけどね。いやー。この前G3 と共闘しとって、共闘する会ですごい面白かったね。シャイニングと、うちもバーニング。いや、でも、トリニティもすごい捨てがたいね。
ね。え、そうなの？あ、にゃんこさんに全然 OK じゃん。ここはテレビ番組じゃなかなか紹介せんやつも全然 OK。うちもね、最初にドゲンジャーさんだったから大丈夫じゃよ。え、クーガとの位置づけ確かにすごい気になるね。ブレイド、ブレイド。あ、ねえ、デルクだね、そこ好き、うちもすごい好き。生きるって美味しいってね、すごい、やっぱり、作品のテーマじゃもん。ねえ、すごい、これかっこいいね。いやー、うちギャレンがね、ギャレンが大好きだから、ギャレンが、もうこれ仮面ライダーギャレンでタイトル良いかっていうのが一時期あったね。ねえ、そうそうそう。後からっつったね、うちも。いや、ね、この時はネットなかったっけ？ 普通にテレビで応援しとったね、すごい。後からネットで調べてね、そんなことがあったんじゃんっていう。ね、そうそう、立花さんがすごいかっこいいの。あ、プラモデル出るの？え、すごい。あ、ねえ、オンドゥル号。新仮面ライダー。笑ってはいけない仮面ライダー。そんなのあるの？おー、これご本人様が、一号本人が当たっちょるね。おー、レッツゴー。いやー、かっこいいね。ね。いや、やっぱりね、主題歌、ご本人様が歌ってくれるとすごいテンション上がるね。今度にやる新仮面ライダーもすごい楽しみ。はよね、見たいね。わ、ピンクの目がすごいよね。やっぱこの色がうち好き。うーん。あ、ねえ、そう、2号からなんよね。ね、瀬形三四郎、50年前 50年前、すごすぎじゃねえ。おー、最終回じゃ、しかも最終回じゃん。ウルトラ総選挙の投票、本当に迷うんじゃ、これ。に、あ、ラビリさんでもあれだよね。人間の自由と平和のためにね、戦ってくれとるはずじゃよ、はずじゃよ。ね、エース。すごいなるなる。ね、これバルタン星人エースに出てこんのすごい詐欺じゃね、これすごい。ね、ウルトラターンっていうの。銀河とビクトリーにウルトラタッチもう一回出たのすごい嬉しかった。ね、オープニングに出とるんだから、オープニングの会場出してほしかったね、エース。あ、4月3日で50周年、すごいね、みんな。この調子で本当に100周年いってしまいそうじゃね。あ、そうなんね、ゼルクさん。あれ、自分で考えたのすごいね。ねえ、そう、まだヒロさんに、そう、ねえ、バルタン星人と戦うエース見たかったね。何これ？レンダービュー。PS、ゲームのオープニングじゃん。おお。誰にこのセンスある投稿の仕方したの？ええー、すごい。これプレステ 2？ プレステ2のグラフィック？すごーい。かっこいい。このオープニングすごいかっこいいよね。うちも好き。ねえ、エレメンツすごいかっこいい。
やー、うちレンゲルも好きちゃったな、レンゲル。へえ、こんな感じなんじゃ、ゲームのオープニング。おー、すごい。これ、おー、かっこいい。うまいこと見せちょるね。あ、カードね、カードあったよね。おー、ちゃんとライダーキックで締めちょる。ねえ。あ、カブト、カブトじゃん。8時、8時になっちゃいそう？今日の配信はね、10時からだから、9時までは大丈夫、9時までは大丈夫。あと30分大丈夫。ね、映像ないね、すごい、ちょっと。もったいないね。いや、でもすごいカスかっこいいよね、カブト。クロックアップがね、すごいかっこいいの、クロックアップが。みんな何が、ね、どのライダー好きじゃった？うちね、ガタックがすごい好きじゃったね。あ、ねえ、ちょっとね、2回目、3回目に期待じゃねえ、これは。あ、いやー、ティオルさんに、そうそう、おばあちゃんの名言シリーズもあるね。あ、ラミニさんに、そうそう、そんなコメントもあったよね、すごい配信時に。あ、ねえ、あ、そうなの、トリカラさん、ちょっとスマホは難しいみたいなの。一番いいのはね、Google Chrome とか、そっちのブラウザで見るのが良いみたい。帰りマンじゃん。新マン。ウルトラマン2世。あ、ゼロさん、ドレイクなんで、ね、ドレイク。あ、マネタロウさんいらっしゃい。今ね、帰ってきたウルトラマンのオープニングみんなで見とる。これもすごいハイセンスじゃねえ。ね、影のシルエットがアニメーションで動くのすごいよね。いやー、これもね、すごいドラマ重視で見応えあるね、本当に。ねえ、スペシウム光線。ねえ、そうか、皆さんね、ガタックね、すごい、かっこいいんだけどね、そう。なかなかね、そう、どうしてもね、敵にやられてしまうよね、悔しいね。あ、そうなの、ティオルさん。くそ。ねえ、ブレスレット強いよね。あ、ねえ、スカイネオさんね、そうそうそう。あ、その辺すごい混乱しおるね。これ後半のオープニング？後半のオープニング？あ、そう、クロスさんね、モンファンとこ、モンスターファームとコラボするの。おー、かっこいい。これ今や、配信で流れてるオープニングじゃない？あ、ねえ、あずかさんね、そうそうそう。あの辺のね、11月の傑作選枠、ほんとすごいお話いっぱい揃っちゃるね。いやー、すごい。アギトすごい。バージョン違いがあるのすごいね。前期と後期でやっぱりこう、ね、ストーリー展開で変えてくれるのすごい良い。わかる、ギルスすごい好き。いやー、でも G3 にゼリクさんの、そのセリフも大好きじゃねえ。いやー、これは許す、これは許しちゃうね、これは許しちゃう。これんじゃー。こっちもノリノリよね、こっちもノリノリ。いやー、うちゃんの、
ゴレンジャー、認めらん。ねえ、ゴレンジャー、カレー、カレー。すごいよね、5人もヒーロー出るんじゃもん。ええー、空飛ぶんじゃん。えい、えい、えい、おお。ねえ、カレー食べたくなるね、ほんとに。名前だけ信じるやつじゃん。名前だけ知っとるよ、これ。おー。ねえ、空飛べるんじゃね、神戸さんね。今びっくりしたね。なんかこれアニメと特撮の合体作品でな、知っとるね。ねえ、あ、でもね、スカイゼロさんの真剣じゃとかね、確かジェットも、どうしたかいな。たまにカレーの回あったね。カレーの出る回。え、メカだけ？え、人みたいね、人みたいね。あ、まるちゃんいらっしゃい。おお、出た出た。え、ロボットなの？え、すごい！そんな変形するの？すごい！え、アイデンボーグはどこ？アイデンボーグはどこ？いや、うちも知らんやつじゃったね。あ、もう一回流れてしまっておるね。ちょっとこれは、どうしよう。戦い、あ、でもちょっとなんか違うやつかもしれん、これ。待って、待って。これ違うやつじゃねえ。ねえ、ドリルはロマン。夜を蹴散らせ。なんじゃって、コウモリの怪獣出るやつじゃったかいね。ねえ、あ、最後、あれがアイゼンボーグなの？あれがアイゼンボーグ。なんかちゃんの、ウルトラマンみたいなのが出ちゃった記憶あったんじゃけど。ええー、なにこれかっこいい。え、すごい。メカの特撮すごいかっこいいね。あ、帰ってきたウルトラマン、潜水艦メカも。ね、車はすごいよく見たね。車とマットアロー。これ、メビウスにも出ちゃったもんね。ドラキュラス、ドラキュラス。お、次は何？え？おお、何これ、知らないの来ちゃう。グランスピア。かっこいい。ドケンジャースの系列のヒーローじゃん。かっこいい！おー！いや、これ見たい！めちゃめちゃ見たい！マブヤンとかは知ってるけど、これ知らんね、すごい。え、松平健？え？え？松平健？え？愛知大学。今、見間違いじゃないよね。トリトンで。すごい。え、特撮ガチじゃん、特撮ガチ。いや、北九万もびっくりじゃね、これ。知っちゃる、これ、ダイヤ。あ、しかもこれ、後期のじゃん、後期の。後期？前期？違う？アグルが出ちゃうから後期じゃない？いやー、コマンダー！
メガがすごいよね。これ六角形に収まっちゃうよね、みんな。ねえ、ガイア。これもね、最後がちょっとすごい怖いよね。すごい天使みたいな、神様みたいな敵がすごい。あとね、なんかね、ベルゼブブみたいなのが出てくるの。そうだよね。すごい、もったいないね、もったいないね。すごい悲しいね。あ、これもいろんな部隊の人がおるよね。チームの。グランセイザーみたい。あ、電王じゃん、電王。あ、ねえ、そう、スカイゼロさん、ちょっとね、お名前呼ぶの難しすぎじゃねえ。ヤプールじゃないもん。根源的破滅将来体ね、そうそう。あ、そうそう、神戸さんに、ね、そう、折りたたみ式のやつ。ねえ、ゼルクさんね、この演出考えた人ね、大天才、大天才。すごいよね、スーパーヒーローランディング。ジャパニーズスーパーヒーローランディングじゃねえ。いやー、電王もねー、これは何の回のやつじゃろう。さっきと同じやつかね。あ、ねえ、そう、ゼルクさんにわかるね。今じゃったら間違いなく花さん変身しちゃるよの。仮面ライダーフラワーとかになっちゃる。あ、わかるーって、ティオルさんね、そうそう。りょうたろうがね、すごい、自分でね、特訓したりとかね、そう、いっぱいご飯食べたりとか。さっきゼロの層たとも。何これ、何これ、知らない。え、ムロツヨシの名前でちょっと、え、ほんまに勇者ヨシヒコの人じゃん。え 何これ、嘘。え、揃うの、え、イラストにお前揃うの。おー、バンジョーがちゃんと殴っちゃる、パンチしとる。あ、見える見える。あ、パンドラ。ひげ、ああ、そういうこと。ゲント君なの、今の。ああ、いや、ダメ、分かっちゃうの、ダメ、ずるい。あ、これみんなね、ビルドのオープニング見てほしいね、すごい。おー、すごい。すごい。わ かる、わかるね、すごい。ここまで再現できるんだ、すごい。ここまでやっちゃるね。ねえ、そうそうね、スカイゼロさんね、今のがのゲント君じゃよね。ねえ、前回じゃないっす。令和のボーボボー。ねえ、ティーオルさんね、ローグがね、すごい好きでからの、やられたときすごいショッキングじゃったね。エボルトがすごい良かったよね。前回じゃん。いやーね、前回じゃん見たかったね。いや、でもすごいね、主題歌いいよね、やっぱり元気出る。全然全力全開。いや、これぞスーパー戦隊の主題歌って感じ、すごい好き。この元気なノリが見れんくなるのすごく寂しいね、すごい。あ、ねえ、そう、鶴野さんだよね、鶴野さん。おー、サンダーバード。
これも特撮すごいやつじゃね、これも。あ、これ、1話のさ、1話の。あ、本当、まさひろさん、ありがとうじゃねえ。サンダーバード面白いよ。ねえ、カミトさんね。ファイブじゃないね、ファイブ。いや、かっこいいよね、このオープニング。好き。いやー、登場人物いっぱい出てるね。実写もあったね、実写も。ね。ねえ、そう、ティンオールさんに、そう、特撮がすごいね。これ、メカもかっこいい。ジェットモグラっていうの、ね、ドリルの評価すごい高いの知っとるね、これ。ねえ、トリカラさんに、そう、怪獣とか出る、なんかの、プレ版でポスター見て、フィギュア見たが？クーガー。上 ちょっと待って、みんな、上見て、上見て、グロンギゴが入っとる。ねえ、ディオルさんねぞ、2は神、2は神。ガブゲス、ジブジ。これ、グロンギゴで歌えたらすごいか、面白いね。にゃ。なんかマットになっちゃる、ビカビカになっちゃる。すごいね。グロンゲ語に翻訳してくれたの？前に立つ限り。いやー、かっこいいね、すごい。ね、アクションすごいかっこいい。すごいゴリ押しじゃね、これ。お絵描きライダーになっちゃう。そういうことね。あ、あ、くさ。すごいね、すごいね。いや、クーガもね、面白いよね、本当に。おすすめじゃねえ。ストックがそろそろなくなりそうじゃね。みんななんか持っちゃる？あと、どうしよう。9時までじゃから、あと5本ぐらい。1、2、3。あー、どうしよう。あと2本入ったら切るが、募集切るね。大丈夫じゃ、裏ビニさんね。ね、もう一回クーが来たね。コーキー、かっこいいの。いやー、かっこいいね、すごい。今の大丈夫？大丈夫？ねえ、セルクさんね、そうそう、回怖かったよね。あ、マジレンジャーありがとう。キーちゃん、うちの大好きなウルトラマン。いやー、Z 様ー。あ、ほんとスカイゼロさん、じゃあ、2回目の時にじゃあお願いしようかなー。いやー。あ、しかも前期のオープニングじゃん。そうそう、クロスさんにこれ見てほしい。超おすすめ、超おすすめ。この前のアニメとかもそうじゃけど、パトレイバーとか好きな人見てほしいね。ね、メカニックとか整備の人がすごいかっこいいの。ね、ウルトラ難しいぜ。
ほいじゃん、ほいじゃん、ちょっと、今このタイミングでちょっと、もう、ちょっと終わりの時間もあり夜から、ちょっとここで一旦締めようかいね。ちょっと、みんなありがとうね、すごいバイハンってくれて、めちゃくちゃ嬉しかったね。腰に聞こえ、くそ。ゼルクさんね、ビータスマッシュいいよね。うちも大好き、ビータスマッシュ。お、語りが入っちゃうね。ネオさん。あ、ゼルクさん、タイダスは、タイダスいいよね。うちも好き。ね、うちのゼルクさんとのウルトラマンの趣味すごい合うかもしれん。あ、ねえ、ティーオールさんね、これ、1話から放送されたんかね。あ、ニューヒョウさん、こんばんは。いらっしゃい。今ね、みんなでネオスのオープニング見たら、ネオスはもう昔のヒーローじゃないかね。昔のヒーローじゃと思うよ、カミトさん。今じゃとどうやったら見れるかね、ウルトラサブスクかね。隊長をやっとる人が、帝都物語のすごい、加藤の人ってなしておるね、すごい。ねえ、流氷さんね、すごい、映像すごい見応えあって楽しいよ。あ、ねえ、そうそう、ギャラファイも出てるんよね、そう。ねえ、スカイゼロさんに、そう、下月さん、そう、テント物語、やっちゃったかいね、なんかの、ねえ、ストリートファイターの、ベガの元ネタの人。これ大好き、これ大好き、かっこいいね、すごい。ガロー。いやーもうこっからね、すごい、作品の熱量ももう、バカ上がりしとった気がするね、すごい。いやー、ね。5点が出たのよね、5点が。ジュノさん、いらっしゃい。遊びに来てくれてありがとう。そうが、ガロね、今ね、魔界の花とかね、あとね、ショーとか合体ショーとか。そうなの、ティーオルさん。シャンゼリオンと一緒ね、シャンゼリオンと。おー、かっこいいね、すごい。あ、ここ生首持っちゃったね、すごい。バイオレンスじゃん。あ、2000年。原作自体は、1995年。30年前、30年前。ね、そう、ティーオルさんね、炎の刻印、ほんと好き。魔法。マシレンジャー。ねえ、みんなコメントで教えてくれて本当にありがとうね、すごい。うちさっきのグランスピアンすごい見てみたい。グランスピアンとね、ガイファード。あ、黄色の狼が、ええー、そんな設定があったんじゃん。ねえ、マジブ、うちね、グリーンが好き、グリーンが好き。マジグリーンが好き。いや、冥府神が来た時の絶望感やばかったね。みんな、ね、ラスボスみたいなのがたくさん出てくるやつ。あ、そうなの、神田さん、めでたいね、すごい。あ、ねえ、ゼルクさんね、そうそうそう。いや、これマジレンジャー勝てんねえ、と思ったね、これ。あ、ファイヤーカイザーもかっこいいよね、すごい好き。ロボットかっこいいよ、マジレンジャー。いやー、やっぱマスクもすごいかっこいいね、マスクも。
ねえ、そう、ロボットかっこいい。あ、終わっちゃった。X なかった、 X なかった。ちょっと、ま、いやー、ちょっと待って、X 貼る最後に X。 いや、どうしよう、残り10分か。うーん、我慢しよっかな。じゃあ、いやー、みんなありがとね、みんなありがとう、すごい楽しかったね。以上、以上。あ、そうそう、ティーオルさん、なんかのプレイリストにね、X が見えたんじゃけど、あれ、Z じゃったんかな？ Z 様じゃったんかね？あ、ヒカル先生、ガチの先生になって。それ知らんかった。嘘でしょ？仮面ライダーマッハになったの？それも知らんかったね。あ、X に、ね、うん、ちょっとごめん、最後みんな、うちのわがままでちょっと、X 入れさせて、X。いや、今日みんなね、すごい遊びに来てくれて本当にありがとう。すごい楽しかったね。みんながね、すごいしっちょるね、ヒーロー一緒に見るの、エグゼイドとかね、一緒に見るのも、すごい好きだし、あるじゃね、すごい。知らんヒーローね、教えてもらえるの、すごい楽しい。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。ちょっとこれで合ってるかね、ちょっと。試しにペタって貼ってみるね。ちょっと待ってね。あ、来ちゃう。最後、ちょっとうちのわがまま。特番風味のあの回、ちょっとみんな見てほしいね、これ。監督がめちゃめちゃやりたかった伝説の回あるんよね。そう。いやー、なぎ副隊長。週末の人。ねえ、かっこいい。いやー、ゼルクさんに、そうそう、掛け声かっこいいなの。太郎っぽい声でからすごい X 好きなの、太郎みたいで。いやー、かっこいいね、すごい。怪獣とね、ウルトラマンが協力して戦うよね、すごい。そうそうそう、車が戦闘機になるんよ、この作品。わ かるー、ネクサスカイすごい熱いよね。いやー、みんなありがとう、すごい満足じゃねえ。ねえ、そう、下月さんね、いや、これね、最終回も見てほしい。すごい天才を。ほいじゃほいじゃね、よいしょ。いやー、みんなね、すごい。最後まで見てくれて本当にありがとう。いやー、もう、ねえ、X は語り出すと止まらんねえ、本当に。そうそうそう、みんなね、そう、グリーンさん、Z の時にも出てきてね、本当にぶったまげたね。ねえ、そう、アンさんね、本当、いい曲ばっかりなんよ。いや、ねえ、ティーオルさん、これ、また吸収しよう、また吸収しよう。うちもすごい見たかったんよ、みんなと。ありがとう。次はね、ちょっと挿入歌とかね、エンディングも、何でもありにするけんね。もういいじゃん、もういいじゃんね。今日のね、配信はこれで終わりにするわ。この後ね、10時からね、みんなでね、マインクラフトで遊ぶっけんね。そっちもね、遊びに来てほしいか？あ、まさひろさんありがとう。そう言ってもらえるとね、すごい嬉しいよ。ありがとう。ね、あ、カミトさんもありがとう。うちもね、すごいグランスピアーとか、ガイファード？ね、アイゼンボーグもすごい勉強になったね。みんなね、すごいマイナーかもしれんヒーロー、バシバシ貼ってほしいね。すごい。みんなで勉強会にしよう。ね、ありがとう。うちもすごい楽しかったよ。みんなでね、すごい。今度はね、エンディングも、挿入歌もいっぱい見ようね。もういいじゃん、もういいじゃん。よいしょ。ここまで見てくださって、
どうもありがとうございました。高評価とチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。さっきお話した通り、この後ね10時からまた配信があるのと、次回の配信もねまたツイッターでね告知すると思うんでね、その時はね遊びに来てほしいか。あ、まるちゃんね、いや特撮は面白いよ、おすすめじゃね。ね、あ、よかったね、ラビニさん、そう言ってもらえたらすごい嬉しいね。みんなね、本当にお疲れ様だよ。明日もね、頑張ろうね。ほいじゃほいじゃ。ね、一旦ここね、区切りの挨拶させてもらうね。みんなおつむいじゃよ。お疲れ様。ほいじゃほいじゃね。また明日も頑張ろうね。おやすみなさーい。あ、セブンさんありがとうね。グランスピア、すっごいびっくりしたね、あれ。いや、ちょっとどれ調べるね、あの、キャストのお名前、お間違いなければじゃもん、すごい。ほいじゃほいじゃね、今日来てくれた人のお名前読み上げするが、ヒロスンさん、遊びに来てくれてありがとう。ヒロポンさんも、遊びに来てくれてありがとう。マイティーさんも、遊びに来てくれてありがとうね。メガリーさんも、遊びに来てくれてありがとう。ライディールさんも遊びに来てくれてありがとうね。あ、カイトさん遊びに来てくれちゃったんじゃ、ありがとう。また遊びに来てほしいが。ブローニさんも遊びに来てくれてありがとう。ハトンさんも遊びに来てくれてありがとうね。サフラディンさんも Thank you。 ノウサギミカンちゃんも遊びに来てくれてありがとう。ラクちゃんも遊びに来てくれてありがとうね。ソラさんも遊びに来てくれてありがとう。ムケロニットさんも遊びに来てくれてありがとうね。月の輪さんも遊びに来てくれてありがとう。まさかさんも遊びに来てくれてありがとうじゃねえ。トリカラさんも遊びに来てくれてありがとう。流氷さんも遊びに来てくれてありがとうね。ジュノさんも遊びに来てくれてありがとう。下月さんも遊びに来てくれてありがとうね。ティーオルさんも遊びに来てくれてありがとう。かわちゃんも遊びに来てくれてありがとうね。KBY さんも遊びに来てくれてありがとう。佐野のにゃんこさんも遊びに来てくれてありがとうじゃね。ドンタコスさんも遊びに来てくれてありがとう。まるちゃんも遊びに来てくれてありがとうじゃね。つみきくずしさんも遊びに来てくれてありがとう。まね太郎さんも遊びに来てくれてありがとうじゃね。かみとさんも遊びに来てくれてありがとうね。ラビニさんも遊びに来てくれてありがとう。スカイゼロさんも遊びに来てくれてありがとう。またヒロさん高評価ありがとうじゃよ、すごい嬉しいね。アンさんも遊びに来てくれてありがとうね。セブンさんも遊びに来てくれてありがとう。で、グランスピアすごい気になるね、すごい。クロスさんも遊びに来てくれてありがとう。ゼルクさんも遊びに来てくれて本当にありがとうね。マサヒロさんもね、高評価ありがとう。また遊びに来てほしいが。ほいじゃほいじゃ、これで大丈夫かね。よいしょ。ほいじゃほいじゃね。この後はね、マインクラフトでね、エンダードラゴンっていう黒いドラゴンとね、戦う配信ね、みんなでやるから、よかったら遊びに来てほしいね。このね、オープニングメドレーもちょっとまた、次はどうしようかな。ゲームのオープニングもね、やりたいし、アニメのね、エンディングの方とか挿入歌とか、そっちもね、やりたいの。またね、ローテーションでまた特撮回ってくると思うから、もしよかったらね、その時にみんなストック貯めといてくれるとすごい嬉しいね。よろしくじゃよ。ほいじゃほいじゃ、今日のね、配信、これで終わろうと思います。みんなね、遊びに来てくれて本当にありがとう。おつむい、おつむい。あ、ね、PC もあり、PC もありじゃん、PC もあり。見応えのあるオープニング映像と、ね、主題がまっちょるね。みんなありがとうだよ。おつむい。
おやすみなさーい。